タージャー派を。皆様こんにちは。春風とともに桜の季節がやってまいりました。今日この頃いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいま朝の9時、那覇空港国内線。今回は台湾の台北でトランジットしたいと思います。朝の11時に台湾の玄関口桃園国際空港に到着して、その日の夜の20時45分に次の目的地へ向かいます。10時間ぐらいトランジットの時間があります。イミグレーションや手荷物検査の時間とか、台北に行く電車に乗っている時間とか、さっぴいても5時間ぐらいはうろうろできると思うので。ペロシ超効率美味しい楽しい台北トランジットをご紹介したいと思います。台北の街中で17時30分に空港の電車に乗って、そこから空港に戻ってくるのがリミットだと思います。台湾の航空会社のエバー航空、チャイナエアライン、スターラックス航空などなど、どこの航空会社も日本路線が拡充しており、地方都市含めてかなり飛んでいまして、台湾乗り換えでアジアの都市へ行く人も今後多くなりそうですので、トランジットの時はもちろん台北旅行の時の参考になるような動画になっていたら嬉しいです。どこに何時にいるかなども今回の動画ではできる範囲で細かい感覚で表記したいと思っています。通貨についても少し、相変わらず1ドル150円の超絶円安でして、1万円が2100台湾ドルです。だいたい5倍したら日本円になります。もし日本円の表記を忘れていましたら5倍していただければ幸いです。今回は本業の従業員のバイト選手、女子大生と一緒です。なので食事の表記の金額は2人分になります。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで無事到着しました。エバー航空の皆様、安全かつ定刻運航感謝いたします。ちなみになのですが、皆様海外旅行に行かれた時ってスマホの回線ってどうされていますか。実は私は少し前から海外に行った時はトリファさんの eSIM を使っていまして、昔はレンタル Wi-Fi や現地の SIM を使っていたのですが、レンタル Wi-Fi は荷物がかさばるし、現地で購入する SIM だと飛行機降りた瞬間から使えなくて、 eSIM なので日本で設定をやっておくことができるのですぐに現地で使えますし、設定も流れでやってくだけで簡単ですし、日系の会社が運営してるので24時間365日対応のチャットサポート体制もあるので安心ですし、あとどれくらい通信できるかも確認できて便利ですので、初めて海外旅行で eSIM を使うならトリファさんがおすすめです。概要欄にお得な割引クーポンを貼っておきますので、もし使ってみようかなって人はぜひご利用くださいませ。最後にもう一度、初めて海外旅行で eSIM を使うならトリファさんがおすすめです。ということで桃園空港第2ターミナル駅に到着しました。まずは台北駅まで行きます。150台湾ドル、750円です。40分ほどで到着します。ペロペロワールドトリップ。12時30分、台北駅に着きました。13時にお店を予約していまして、
その予約してる時間に間に合わな。そうでちょっとやばいですね。あれ、こんなところにタクシーが。こちらが1号店で、今回は道路の向かいの2号店。すごい行列です。飲み物は鉱山ウーロン茶、500円です。二人でシェアできるとお得感があります。いただきます。柔らかい口当たりで、後味がすごくクリアで上品なウーロン茶です。見た目も涼しい色で美しいウーロン茶ですね。初手は糖尿病予防のためタケノコから、中華系の出汁の風味とほのかに甘くてあっさりして最高の前菜です。アヒル肉を後ろ足の4分の1、420台湾ドルオーダースモークされた香ばしい風味、身から溢れ出る濃厚なアヒルの脂、そして皮が分厚くてプリプリで、めちゃくちゃ高いローストビーフみたいな、いい意味で高級ハムみたいな佇まい、ムチムチした部位が歯ごたえありますね。こんな感じで果汁が飛び散るように油が飛び散ります。ご飯が来ました。アヒルの油が振りかけられているご飯です。25台湾ドル。バターのせ、ご飯の上位互換と言いますか、ほのかなアヒルの油だけでもりもり飯が食えます。調味料はいろいろありましたが、醤油とラー油が私の好みでした。今回は後ろ足を食べましたが、次回は前足の4分の1を食べてみたいですね。いつも混んでいるお店なので、前もって予定がわかる人は予約された方が良いかと思います。Google マップのリンクから予約ページに行きますので、わかりやすくて便利ですね。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。さてさて。さっきのレストランの近くにある激アツ観光スポットへ向かいます。なんでここに来たかというと、私三国志が好きなのですが、生きてる時は義兄弟の劉備玄徳のために生きて、死んだ後商売の神様にまでなった関羽雲長殿が特に大好きなんですよね。その関羽殿が祀られている寺院らしいのです。関羽を中心とした5人の神を祀られています。三国志 14PK というゲームをやっているので、学費だけギリギリわかります。台湾の皆さんはお祈りの仕方がなかなかダイナミックですね。膝つけてお祈りするスタイルでした。さてさて、それでは次の観光地へ。孔明殿、いや、上昇殿。少し前にドラマやヤングマガジンで見かけましたが、こんなところにもいましたか。電車で3駅ほど揺られまして。こちらも一度来てみたかったんです。台湾といえばバイクみたいなイメージないですかね。テレビ番組とかで信号待ちでめちゃくちゃバイクが渋滞してるやつ見たことないですかね。
それがこちらですね。朝の8時半がピークらしいので、今は少ないですが、Google マップの写真ではこんな感じで、なかなかの迫力です。いや、思ったよりも。今昼の3時くらいですが、じゃんじゃんバイクが来ますね。高速道路、バイパスの出口なのかな。交通の要衝なのでしょう。今度は朝一番に来てみたいです。5分ほど歩いてこちらの、ティーホアジエに来ました。19世紀中頃の成長末期の時代に貿易品を扱う商店が街を形成し始めましたのが始まりのようで、20世紀初頭の日本統治時代になってからは台湾全土から乾物、漢方薬、お茶、布などなどを扱う商店が集結しました。そうすることによって台湾の主要な商業エリアとなったみたいです。確かこういった建築、バロック様式っていうのかな。渋い街並みです。荷物の関係でお土産に買って帰れませんが漢方、干物、カラスミなどなど、いろんな商品が売っています。おや、こんなところにいちご大福屋さんが。1個60台湾ドル、300円。いただきます。これはグラップラーばきで言うと、バランスのいい山本選手ですね。皮、こしあん、いちごのバランスが素晴らしい。皮は薄くて、こしあんはしっとりしていて、冷たい食感が心地よくて、最後はいちごの酸味が気持ちいい。とてつもなく、完成度が高いいちご大福です。ふらっと買ってみたいちご大福なのに、めちゃくちゃ美味しくてビビりました。近くに来ることがあればまた買いに来ます。ごちそうさまでした。タクシーで15分ほど移動しまして、若い人からシニアな人までいて、地元の人で賑わっているいい雰囲気の商店街ですね。お、こちらのレストランですね。一番高いルーローファンにしました。115台湾ドル。角煮がトロトロですわ。いただきます。すごく大きいです。ミシュランビブグルマンは伊達じゃないし、見た目通りとろけちゃいますね。沖縄料理のラフテー的な感じで、醤油風味の味付けも日本人の私に合います。一般的なルーローファンよりお値段少ししますが、その分だけ肉がでっかいので満足度が高いです。そしてこの丼の影の番長は椎茸です。めちゃくちゃ出汁吸っていい味出しています。この椎茸の一仕事で一段階高みへ登ったルーローファンですよ。日本だと牛丼、タイだとカオマンガイ、タイ式チキンライス、台湾だとルーローファン。どれも安くて美味しいソウルフード的な料理だと思いますが、これはエクストリームなルーローファンじゃないですかね。肉の重厚さと椎茸の風味、ちょっと他とは違うルーローファンだと思います。バイト選手よ、その人より貪欲な食欲を YouTube 界の未来のために使ってみる気はないか。ボス、ちょっと何言っているかわからないですが、足もやってみます。こんな感じでいいんですか？取れていますか？私と違ってお上品な食べ方でジーニアスでエクセレントです。ペロに戻りました。お豆腐もちゅるっといただきまして、
魚のスープもオーダーしていました。生姜の風味がする優しい味付けです。お魚はタラかな。個人的には干物を戻したような、旨味が凝縮したような味な気がします。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですねー。あれあれ、こちらのお店の横に、またしても、ミシュランビブグルマン認定の台湾バーガーのお店が、角煮のバーガーですね。1個60台湾ドル。いただきます。これはさっきのルーローファンみたいな、角煮がツン系かと思ったら、なかなかどうして、甘しょっぱい系の中華バーガーですな。角煮は醤油&しょっぱくて、高菜も懐かしい感じがして、パクチーが角煮の脂っこさをすっきりしてくれて、バンズがほのかに甘くて、ピーナッツクリーム、粉ピーナッツみたいなのが甘いです。さっきのいちご大福同様にバランスが良いですね。60台湾ドルはめちゃくちゃ安いと思います。そりゃ、行列ができるわけだって感じですね。昔、マクドナルドで食べたマックグリドル的な甘しょっぱい系。台南で食べた豆腐煮込んだ朝、ご飯も甘しょっぱい系だった気がします。台湾の人好みの味付けなのかな。ごちそうさまでした。結構お腹いっぱいですね。私事なのですが最近競馬当たらないので、どこかにパワースポットないですかねー。ということでロンシャン寺です。台湾最強のパワースポット、散歩しましょう。恋愛をはじめ、仕事や学業、安産、健康など100以上の神様が祀られていて、ご利益のデパートなんても言われてるらしく、ちょっと神様の数が半端ないのですが、八百万の神がいる日本に住んでる私たちにもご利益がありそうな気がします。昼間も神聖な雰囲気で綺麗なのですが、夜はライトアップされていて、また渋い雰囲気らしいです。私の腰痛と視聴者の兄貴、姉貴たちの健康を祈らせてもらいました。ロンシャン寺に来たので、地下のこちらのお茶屋さんに寄りたいですね。初手は東方美人茶、350台湾ドルを。And just wait about maybe 5 to 10 seconds. So the tea is ready. なんと美しい色のお茶なのでしょうか。これは女優に例えると、松雪泰子さんですね。上品で気品があって、紅茶のような、いや三品茶とかハーブティー系の、でも中華のお茶の味がして、プーアル茶やウーロン茶とは違う、ベクトルの、ふわっと香るお茶ですね。次は鉄観音ウーロン茶、500台湾ドルを、Very strong. Yes. Yes. This is the strongest oolong. And also, this tea is meant to drink strong. Okay. So we have to wait a little bit longer, about 30 seconds.
高い急須って、このお水が出る時の曲線が美しいんですよね。きっと高級な茶器を扱っているのだと思います。これは往年の女優に例えるとオードリー・ヘップバーンですね。王道中の王道。私が理想とするウーロン茶ってこんなやつって感じです。深みがあってパンチが効いて。でも後味は上品で濃厚で。ボス、甘くない黒糖のようなコクも味覚神経で感じます。いやほんと味の厚みがすごいんですわ。このお茶。このお茶のことをお店のスタッフがコーヒーで言うところのエスプレッソって言ってましたが、めちゃくちゃパンチ効いていますわ。パイナップルのドライフルーツを。いやいや、パイナップルのドライフルーツって初めてなのですが、酸味と甘みが凝縮されてめちゃくちゃうまいです。ピーナッツを食べてから豆のロースト感をウーロン茶が一気に流してくれます。これは美味しい組み合わせ。ごちそうさまでした。それでは17時30分です。リミットなので、ぼちぼち、桃園国際空港へ戻ります。駆け足でしたが個人的には、時間いっぱい、かつ超効率的に、台北を楽しむことが、できたと思います。皆さんの台湾トランジットや、台北旅行の際にお役立ちできる、動画になっていたら嬉しいです。それでは挨拶が短くて申し訳ありませんが今回はこの辺りで失礼いたします。最後までお付き合いいただきありがとうございます。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。もし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします。